お願いします。はい、ではまずビフォーの状態について長さだったり髪の状態、はい、どんなだったかっていうのをお願いします。はい、ビフォーの状態は、はい、伸ばしかけの、ボブで、ヘアカラーも、過去にブリーチのり歴もあったりして、で、髪質的にも暗くしてもすぐ明るくなってしまう、退色が早いのが悩みという状態でした。この色、髪の色は明るさどれくらいで何系の色っていうか、ビフォアですね、はい、ビフォアは、根元が、9レベル、毛先が12から13レベルで、ナチュラルグラデーションみたいな感じなんですけれど、逆にそれがそのダメージをより感じてしまう印象になっていました。ではそこからどのようにカラーをチェンジされたんでしょうか。はい、カラーチェンジで、まあ、季節感、これから秋冬に向かっての季節感と、あとは、ご本人の、リアルな悩みである退色が早いということで、美容師さんにも割と寒色系をお勧めされることが多く、寒色系でブリーチ毛のダメージと相まってよりパサついた印象になりがち、染めてから1週間くらいでもうすでにパサついて見えるような状況だったという悩みをご本人からもらったの で、ちょっと暖色系に、トライしましょうということで、季節感とそのダメージを、目立たなくする色合いでヘルシーな暖色系の、色を、提案しまして、で仕上がりに関しては、全頭一色なんですけれど、髪本来の、ツヤとかヘルシーな、印象を、出せるように、ピンク系だとちょっとサイドが薄く出がちなので、ラベンダー、うん、で、まあ、いきなり反対色で赤みとかが強くなると印象も変わりすぎてしまって、変わったことの喜びもあるんだけれど、やっぱりちょっとお洋服との相性とか、今までお持ちのお洋服との相性とか、自分の今のお気に入りのメイクとかでいろいろはっきり変わってしまうといけないので、青みラベンダー、ラベンダーの中でも、ブルー系をちょっとミックスして、で青みラベンダーで暖色系なんだけれど、寒色から移行した時のそのギャップがありすぎないように、自分でもこなせる色に、チェンジしました。明るさと色の名前で言うとどういう、そうですね、明るさは、はい、8レベルの、ブルー系ラベンダー、うん、でも青みラベンダーっていうワードも出てるから、それでもいいのかな、うん、青み、うん、青みラベンダーの方が、うん、そうですね、で、でも退色が早いので、はい、青みラベンダーブラウンではありますね。あ、うん、ナチュラルブラウンも結構入ってるので、はいはい、それによって色持ちの安定を、作ってますね、はい、ラベンダーだけだとこう深みというか、そうですね、一見発色が綺麗でテンション上がるんですけれど、でも数週間過ごしてしまって、お試しだからそのパターンでもありかなとは思ったんですけれど、退色が早いというのがやっぱり悩みの一つなので、ブラウンも、ミックスして安定させています。はい、スタイリングをお願いします。はい、スタイリングは、まあ普段、内巻きにしたり外はねにしたり色楽しんでらっしゃるんですけれど、やっぱりお顔の印象からしても、髪の、今日染めたツヤ顔を前面に出すためにもストレートタッチで、ちょっ と、ちょいはねの、毛先で表面は、少しだけ内巻きにしています。そうすることによってボブベースなんですけれど、軽くくびれた印象になるので、そのような形で、ちょい羽の、長めのボブ、そんな感じのスタイルになっています。元々のカットとしてはレイヤーが入っているわけではなくて、もうボブ、そうですね、毛先は正直なところは、うん、ちょっとブリーチ の、 残りがあるので、ちょっと切れてる部分もあったんですよね。だからカットでというよりは毛先の方がちょっと通れてない場所もあった感じですね。でもう一応早く伸ばしたいから、ご本人もカットでというよりはカラーでなんかこうマイナーチェンジできませんかというところだったので、今の状態を生かしてカラーとスタイリングでヘアスタイルを提案させてもらっています。
アイロンで底跳ねとか内巻き作った後に、はい、どんなスタイリング剤でしょう？スタイリング剤はバームですね、はい、バームをよく伸ばして毛先の方を中心につけていった感じですね。バームを選んだ理由っていうのは何ですか？まあ、バームかそれか、まあ、オイル系どちらかだと思うんですけど、割と毛先の乾燥が激しかったので、その、テクスチャーを整えるっていう意味と、あとはなんだろう、束感っていうのをきれいに出すためにバームをチョイスしました。このヘアスタイルはどんな女性におすすめですか？そうですね、なんだろう、もう定番でもありますけれど、まあ外跳ねの、形がカジュアルな感じもありながらも、ちょっと表面の、フォルム、表面というかそのフォルム自体をちょいくびれにすることによって女性らしい雰囲気も出せるので、なんか思いっきりこうお姉さんっぽくなりたいわけじゃないんだけれど、でも女性らしさを出しつつカジュアルなおしゃれを楽しみたい方に向いてるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。